バクセラは、接合金門接合金高毛カビ目に属する、カビの一群である。CW ヘシルチウナによって記載された、B サーキナを元に1969年に建てられた。外見的には、非常に毛カビによく似たカビで、よく伸びる、胞子の柄の先端に、大型の胞子脳をつけ、胞子脳壁はとろけるようにして、胞子を放出する。 これは大型になる毛カビと共通の特徴であるが、そのような胞子小柄の側面から、少数の小胞子脳や分生子を形成することで区別された。そのような特徴から、毛カビ属に近いものとみなされ、あるいは枝毛カビ科に置かれる扱いがなされた。しかし近年の分子系統の情報から本属が、独自のトガをなす、との判断がなされ、同時に、毛カビ属に含まれていた。 複数種が本属に含まれることも判明した。共通する特徴は、胞子の柄が伸び出す初期に、その先端が多少ながら全イ巻きになることである。形態については、b サーキナに基づいて説明する。通常の大地でよく成長し、よく発達した菌子体を形成する。菌子には核壁がなく多角体である。不正菌であり。 通常の倍地でよく成長し、成長速度も速い。合成無こうる倍地に摂氏26度で培養した場合、コロニーの直径が8 5トルに達するのに3日しかかからない。コロニーは初めは白く、時間が経つと海力色に近くなる。明瞭な気中菌種は出さないが、胞子の柄がよく伸びて枝分かれして密な菌種の集まりになり、 シャーレの蓋まで届く。無症生殖は、大型の胞子能、あるいは、小胞子能内の放子能胞子あるいは単胞子の小胞子能の放子能胞子による。一時的には、細長い胞子能柄の先端に、球形の大きい胞子能をつける。胞子能柄は当初は直立して分子しないが、後に仮軸上に枝を出し、また側面に、小胞子能などを生じる。 大きい方子脳をつける。方子脳柄は最初は、先端がやや、巻きつる状になっているが、次第にまっすぐに伸びる。当初は枝を出さないが、次第に仮軸状に分子を出し、それぞれの先端に、方子脳をつける。大型の方子脳、小方子脳、小方子脳には、少数の方子を含むものと単方子のものがあり、その外見はかなり異なる。 有性生殖は接合法指能の形成による。ただし、自家不和合成なので、公的な株同士が接触した時にしか形成されない。接合法指能は、球形から球形で、小道は表面の突起を含めて40から70マイクロメートル。色は褐色を帯びた黒で、光を透過させず、表面は多少とも円錐型をした突起に覆われており、 この突起の高さは7マイクロメートルほど。指示柄は、長さ5から40マイクロメートル、幅15から30マイクロメートル。双方同大か、大きさに差があり、透明から淡い褐色で、表面は、滑らかか凹凸がある。エリスヘシルチンは、ビーサーキナを記載した際、それがあまりにケカビに似ていること、特に当時は、ケカビ属ムコアに所属させていた。 B ーランプレスペラに非常によく似ているため、これを、ケカビカムコレシーに属すべきものと考えた。また、彼らは、エダケカビカ単にディアッチとの関係を考えるために、この種と数種のエダケカビカの種との間で交配を、試み、不完全ながら接合法指能の形成を観察し、この菌が、ケカビカとエダケカビカの間を橋渡しする存在である、証拠とみなした。しかし、 大方指導とともに、小方指導を持つことから、その後この属を、枝毛カビ化、あるいは郊外毛カビ化とする研究者が多かった。1971年には、ペドプリヒコミルコが本属を、枝毛カビ化に移すと同時に、枝毛カビ属タンニジウムから、ティークチニジウムを本属に移した。さらにベニーベンジャミンは本属をやはり枝毛カビ化に、 所属すると認めた上で、m ランプレス・パウルスを本属に移した。つまりここで認められた本属の種は、以下の3種である。ただし、分子系統の情報が集められるようになると、このような形態に基づく分類体系が、真の系統関係を反映していないことが明らかとなった。ケカビカもエダケカビカもバラバラになり、 同族としていた種が系統樹の遠い位置に離れ離れになった例すらあり、本族もそれに当たる。バルターへ通るによるとこの時点での本族は多系統であるとの結果が出た。具体的には B サーキナと B ランプレスポレス同一のクレードに属するのだが、同じクレードには複数種のケカビ属のものが入る。これに対して、 B 口ニディアはこれら2種から大きく離れ、やはり複数のケカビ属のものを含むクレードの中に収まった。そしてこの2つのクレードの間には、郊外ケカビカヤガマのホカビカなど、かなりよくまとまった群が割り入っており、両者の距離は多分に遠い。さらに詳しく見ると、B サーキナと B ランプレスポレスの含まれる群のケカビ属のものは、 ムコはリカーバスグループと呼ばれるもので、放子のお柄が初期に軽くゼンマイ巻き状に曲がり、成熟時には直立になるという特徴があり、これは本属の2種とも共通するものとなっている。ビクチニディアはこの特徴を持たない。もともとバクセラ属とケカビ属には、 商法指能を作るかどうかという点しか違いがなく、またここに含まれているケカビ属の M、リカーバスバリエーション、インディカスと M チューバークルスパウルスに関しては、頻度が低いが商法指能を作る例があることが知られており、これらをまとめて本属のものとすることが提案された。その一方で、B クチニディアはこの群に属さないものとして、ケカビ属に移されることが提起されている。 さらに、ホフマン・エトールではこの属単独でバクセラかバックアセロチーとするべきとしている。このトガと最も禁煙なのは、水玉カビ・プラバラスなど、紛争菌として特化した群である水玉カビかということになっている。ベニーベンジャミンはこの属に以下の三種を挙げている。さらに、上記のように、バルター・エトールで、ケカビ属から移された種が、 以下のものである。ビーサーキナとビーランプレスペラは土壌にからよく発見される。ビーサーキナは北アメリカ、インド、日本から報告があり、世界の熱帯から団体に広く分布するもののようである。日本では本州南部以南の森林土壌や地上の植物遺体などで比較的普通に見られる。ビーランプレスペラはヨーロッパ、北、アメリカ、 中国、日本、それに、南アメリカとより広い地域に分布することが知られ、日本では、沖縄等で、森林土壌に普通である。ちなみに現時点で別属とされた、B 口にディアは、粉成菌として出現するもので、その点でこの両者とは性格を異にするものであった。以下、形態に関しては、ベニーベンジャミンを元に記す以下、ベニーベンジャミン。 P318 以下、ベニーベンジャミン。P318 から320以下、ベニーベンジャミン。P320。放射能壁の基部が残って、エリー状になる以下、ベニーベンジャミン。P320 以下、ベニーベンジャミン。P320 以下も、エリスヘシルタインプ。864以下、ベニーベンジャミン。P318 以下。 バルターエトール、P27 から28バルターエトール、P40 から41以下。ベニーベンジャミン。P322 から323ベニーベンジャミン。P320 ベニーベンジャミン。P321。ありがとうございます。